将棋の藤井聡太さん。今までで一番早く50回勝った。中学校3年生の藤井聡太さんは去年10月、今までで一番若い将棋のプロになりました。今年6月まで試合に29回続けて勝って、 将棋のプロの中で一番多く続けて勝った記録を作りました。藤井さんはその後6回負けましたが、プロになってから全部で49回勝っていました。21日、藤井さんは試合に勝って、プロになってから勝った試合が50回になりました。 日本将棋連盟によると藤井さんはプロになった人の中で一番早く50回勝ちました。藤井さんは苦しい試合でした。勝つことができると思ったのは試合が終わる少し前でした。一つ一つの試合を頑張って50回になったと思いますと話していました。